すると思うんですよね、経験がないから。だからこうやって親にもなんだろう、ひどいこと言ったりとかしてましたけど、そういうのを思い出すと、なんだろう、もし自分がこう結婚して子供ができた時に同じこと言われても許せますよね。だからそういう意味ではもう結果的に子供が分かればいいのかなって思いますよね。その時はひどいこと言われても、特にあの反抗期ってないのが一番やばいらしくて、あの反抗期ってあの成長の過程で絶対あるそうなんですよ。あの反抗期がないってことは結構あのなんだっけ、成長不良じゃん、なんつったっけ、このなんだろう、障害じゃん、なんて言ったっけ、このなんて言うんですか、こういう発達障害でしたっけ。あの反抗期が来ないって発達障害らしいですよね。例えばなんで反抗期が来るかっていうと、身近な人を超えるために、あと自我を育てるために必ず成長の過程で起こる現象なんですって。例えば男の場合は単純にその大黒柱の お父さんを超えるために、お父さんを嫌いになって、そのお父さんを超えるために、まあ自分の自我を、これお父さんみたいになりたくない、じゃあ自分はどうするんだっていう自我を育てるための必要な過程なんですって。で女の子の場合は単純に近親相姦を防ぐためにお父さん嫌いになるっていうか、だからお父さんって救えない救えないっていうかお父さんかわいそうじゃんって思うんですけど、だからでもそれは成長のためには必要みたいなんですよ。だから反抗期が来る方がむしろ正常で喜ばしいことで、だそうなると、あれ今なんて言おうとしたっけ、だからこの反抗期来ることが喜ばしいことなんですよね。でそれをどう対処するかによって、この今後の将来が決まるというか、いやーでも確かにそう思うと、自分もお父さんのことすごい嫌いでしたよね。今は大好きなんですけど、だからなんかそういうのも成長の過程で本当必要なんだなって思いますよね。だ子供の頃から勉強すごい嫌いで、大人になっても別になんかやりたいことも見つかんなくて、どうやって生きていくんだって言われても分かんないし、でもやっぱ自我があったから、そういう自分の好きなことを見つけて、じゃあこれを仕事にして生きていくって言って、周りから文句言われて反対もされても、いや俺が決めたことだからそこで生きていくって言って聞かなくて、でもそれがなかったらで今がないよなって思いますよね。そういう意味でその反抗期があったからこそできたのかなっても思ったりしますから、そういう親が嫌いになる反応も肯定してあげるべきじゃないのって思いますよね。ああすいません、ちょっと集中しちゃってて、ね、だからなんだろう、もう自分親になったらどうなるのかなって思いますよね。でも本当に勉強はなんだろう、学校で何やったかっていうことだけ知ってれば、 YouTube で単語検索してリカバリー聞くから、全然友達との関係だけ良くすればいいっていうか、人付き合いですよね。だからなんかあの前も話したと思うんですけど、 YouTube でその計算式とかの単語を調べたら、それ丁寧に解説してくれる動画が出てくるんですよ。だからもう何でしょうね、別に学校の授業で分かんなくても帰ってきた時に YouTube で調べて10分でも理解できるはずですから、であと何回も巻き戻せますし、理解するまで見ればいいから、もうだから学校で理解できなくても全然その必要ないですよね。だよりこの学校でも挫折がなくなるというか、いい時代になったなって本当思いますよね。
だからもう、なんていうかもう、学校で楽しいと思わせる授業をしてきた先生はいなかったっすね。そもそも学校の先生がもう YouTuber の真似してやればいいのにって思いますよね。その方が分かりやすい授業ができて、その小学生たちもためになるんじゃないかなって思いますけど。学校もなあ、なんだっけ、バスケの、なんだっけな、いつからこんな、でもあれか、スラムダンクって見てなかったのかな、小学校の時。でもアニメもやってたしな。あ、そっか、夜やってましたよね、スラムダンクって。筋肉番付、みんな筋肉番付見てましたね。なんだっけ、ショットガンダッシュでしたっけ、あ、違うかな、なんて言ったっけ、あれ。なんかボタン押して落ちてくるボールに触るやつ。あれのなんか真似みたいなことして、なんだっけ、3回ぐらいからボール落としてもらってやって。あれやってた気がしますね。なんだろう、あれ。今思うとやばいことしてたなって思いますね。なんか先生に怒られた気がしますよね。なんかそれっぽいやつ作って、あと、なんか真似しましたよね。あ、飛び箱カード、なんだっけ、飛び箱全部、なんだっけ、小学校の限界が確か8段だったと思うんですけど、8段は小学校の時点で飛べてましたね。なんだろう。あと、なんかがあったよね。なんだっけ。なんかよく真似してましたね、あれ。ああ、でも筋肉番付ちょっと後でまた YouTube で 見てみましょう。ケイン小杉とかもなんか、なんだっけ、あと一つ、池谷直樹でしたっけ、なんか、あの辺、すごいなんか、どっちがいいかとか、なんかありましたよね、もっとすごいやつ、飛び箱と、ショットガンダッシュと、あとなんだっけ、ビーチフラッグス、あれはやってないか。なんかいろいろ真似してましたね、学校で。いやー、子供ってほんとバカだから、なんかもういろんな真似して、怪我して、問題になって、先生の中で、先生じゃ、学校の中でこのまた禁止事項になってとか。光ちゃんってこのカナウの妹になるんですね。そこ全然知らなかったわ。ハム二郎、ハム三郎のぬいぐるみ買おうとしたんですけど、やめましたね。あ、この、え、この6、え、7巻出る時点でもうアニメが全部最終回になってんの？ コミケで自分の作品なのに普通に並んで買ったんですかね？まるちゃんのイベントあったら行きたいっすね。
なんかこういう新品のやつが結構ついてますね。なんか昔と違ってブックオフとかのこうやって並べられてる本もなんかクオリティ上がりましたよね。古いやつ大体こうすごい日焼けしてて、そういうのが多かったじゃないですか。今結構そういうのないですよ。でもなんで日焼けするんですかね。その日が当たるところに置いてるからだと思うんですけど、普通に置いてたら日焼けする必要ないと、日焼けすることないと思うんですけどね。はい、じゃあまあ、はい、今日この辺で、次は残り8、9、10っすね。はい、じゃあ今回はこの辺で、はい、どうもありがとうございました。